Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again. Today we are going for the absolutely tasty, and this is episode 9, and it is pasta. No, sorry, this will be episode 10 if I'm not mistaken. Let me just confirm. There's a little bit of confusion because the pasta for the current list of that I am doing, it's the 10th episode, but actually it's the 9th because they have the rice that was done on episode 1 and I believe episode 5. I think they only counted that one as one episode, so that this is why there is this difference. And let's see if the Mr. Consistency on the pasta are going to be the usual ones. And let's see if Endo brings back Frisk, because I think in the last one or two episodes he has not brought any Frisk to the table. So let's see how this one goes. Let's go. Let's go. Two recipes. Matsumoto will have something crazy. There's something that's going to be bad for sure already. First one? ぬか漬けパスタでございます。あ、これ田中ありやぞ。僕からしたらこれが真の和風パスタじゃないかと。昨日から I'm not sure。麺を固めに茹でて、もうつけてるんですよ。あ、違うの、こっちはつけなんか。こっちはつけなんか。あ、OK。これはもう炒めるだけです。絡めるだけです。一切味付けしません。どんな感じになってんの麺が。ちょっと見てください。これも、うわ、田中これなかなか斬新ね。斬新でしょ。これはちょっとね、トライしてますから。So instead of maybe being a wet marinade, it's a dry marinade. It might work, but I would say the vegetables will make it blander if there is no seasoning on it. してるじゃないですか、うん、俺それがもう納得いかなかったんですよ。それにあえて soak the pasta in. So he made the dry marination and wet marination on the pasta basically. 田中の一品目、麺をぬか床につけたぬか漬けパスタのお味は。オープン。あら、looks bland。ねえ、そうですね。ちょっと見た目は薄味っぽいね。はい。ヘルシーな感じはしますけどね。Hospital food。匂いはもうスパゲティそのまんま。そうですね。お。しょっぱい。おお、ほんまや。塩効いてるな。いや。あ、しょっぱいなこれ。やっぱり漬物ってしょっぱいんや。そうですね。これなんか飯のおかずかなんかやな。そうですね。俺は好きじゃないですわこれ。え？He doesn't like this on this. ちょっと想像してた上がりと違いましたわ。ほんまにこれもう嫁に出されたら机ひっくり返す。それが起こるような。疲れて帰ってきて俺出されたらひっくり返す。子供が泣こうが犬が吠えようが。これひっくり返す。やっぱり2とか3。2とか3。それなくてもやっぱり田中はちょっと見た目も不潔なわけ。僕もこういうの食ってんねんから。じゃあ2や。じゃあ2ですね。不潔やから2。3じゃない。それやめてください。不潔なんそれ。 I'm not dirty. It's gotta do. 田中の不潔さが影響してぬか漬けパスタは2点。 Too salty. 続いて2品目は blend veggies maybe. 麺を漬け込んだ福神漬けパスタ。 Okay. This one I'm 何この色。何やほら。 This one It's interesting also for me. ナポリタンとミマガウホ。Yes, true. あとですね、まああのお好みによって福神漬けと、これまだ福神漬け。福神漬けを。おすね。カレーパウダーも。まあ一回食べてからでいいですね。ございますので。まあ一回食べてみてやね。あとはもうお好みで。とりあえずじゃあ。OK。何もつけずに。はい。How's it going to be?
あれこれどうですか。これ結構美味しくない。これめちゃくちゃうまくない。なんか甘いな。はい、うまっ。あ、これうまいな。出たんちゃうか。おい、I can feel a good mark。 やったかも。頼むぞ、大金星。やったかも。どうですか、浜田さん。これカレーパウダーつけたらうまいな。まずくはないですけど、はい、まあ、別にそんな言うほどでもないと思うんで、僕は3だと思う。Evil. Hamada is always evil. He always want to keep the low score so he can get the. そんなもんじゃないですかね。3やってそうなんだ。なんでなんで。もし僕が嫁がいて、はい、これ2日連続出てきたらもう机ひっくり返す。なあもう。味は良かったものの、Hamada の独断で3点。They're saying, humai, humai, but please, no frisk, no frisk. Momoya seihin. Hi, Momoya pasta desu, sono namu. Okay. This already has the flavor, yeah. まあ本当に昔ご飯が食べれない時に、本当にこの桃屋さんには本当に助けられたんですよ。こんなん一個一個全部うまいもん。これをもう全部入れちゃう。全部入れてパスタを全部入れちゃうんだ。はい。全部入れることによってどうなるかよ。はい。なるほど。でも絶対うまいわ。もう本当にもう桃屋さんには本当に助かりました。やかましい。何のアピールやん。さあそして二つ目がこちらでございます。はい。何や。これです。巻き寿司っぽいね。はい。パスタ巻き寿司というのをちょっと作ってみようかな。まあ普通の巻き寿司は。ご飯じゃないですか、うん、そのお米のところを、まあ、そばはなんかあるらしいんですけども、うん、パスタで勝負してみようということで、It's going to make パスタにして、はい、寿司パスタプラス最終的にちょっと揚げてみようかなと思います。揚げて、さらに揚げる、ちょっと揚げてみて食べてみようかなと。遠藤の一品目、期待の桃屋パスタが完成。 Already has a lot of flavor。 こんな感じです。おお、映画な映画な映画な、ちょっとうまそうや。これいいですね。これうまそうや。見た目100点やこれ。いいっすね。確かに。頼む頼む頼む。I think maybe they are not going to give him like an awesome mark because the products are going to be already good. あー、おいしい。ちょっと味は濃いけども。味濃いね。濃いですね。だってこれをご飯に乗せて食べたい。うん。うまいですね。でもやっぱうまいわ。美味しいな。うまい。このメンマとかもうまいね。メンマうまいですね。おいしいな。ただこの辛さを、辛さはやっぱちょっとマイナスにせなあかんわ。これ何点や、俺はね、はい、7。ありがとうございます。いくね。まあでも7ぐらいでしょ。5でええやろ。甘く見て6や。今日甘さ辛いっすね。1人前出されて全部食えるか言ったらちょっとね。そうなんですよ。でもね、これぶっちゃけの話、味は本当100点ですよ。ありがとうございます。おいしいけど桃屋さんの、まあまあそうですよね。そうか、遠藤の手柄じゃないんだ。遠藤の手柄。まあでも何もあれへんから、何一つないんだ遠藤。 What do you mean? He joined everything together。さんの手柄っちゃ手柄。いや6でもすごいよ。6でいいですよ。これ分量合わせてごらんなさい。ご覧なさい。これ店に出せますよ。味は大好評だったが分量がうまくいかず6点。It got 6. Yeah. Maybe because it's not a. It's just throwing something that already has a lot of flavor. This is a creation. Yeah.国旗を多彩にできへんから。なんで20やな。まあ日本とイタリアですから、やっぱパスタと日同盟ということですよ、これ言うたら。イタリアン・ジャパニーズ・アライアンス。Is it going to be good? エンド、これパスタ関係あれへんぞ。何にも関係ない。普通に巻き寿司食ってるから。いやでもご飯じゃないでしょ、この感覚は。パスタですやっぱり。じゃあ遠藤何点やと思う。僕さ、He's going to give like 8 or 9. と、まあ8は。1ビッタな。Yeah. Say he's giving a bad mark and it's an 8. 他に言われたわ、1ビッタ。答えな。言われた。ごめん、マジですか。じゃあほんまに2ぐらいですか。まあ1やな。じゃあ俺は1にかなっていう。 The grades just come stumbling so fast。 お、どういうこと。えらいこと言い出したね。どういうこと、どういうこと。パスタの気持ちってどういうこと、どういうこと。なんやねん、ベイビーフェイスキラー。どんな顔やねん。角度は面白いね。テレビ的には全然面白い。I'm sorry.
こっちが面白いね。じゃあどうしますか、2ですか1ですか。1で。1で。パスタの予想全く出ず、残念ながら1点。3人目は山崎。山崎パスタ。パスタは作れるのか。2人とも不甲斐ないです。 But at least Endo didn't bring any frisk. ビシッと決めたって。じゃーん、好きやなお前。うまい棒、うまい棒大好きです僕。コーンポタージュ味、はい、野菜サラダ味、とんかつソース味です、はい、これ別々に作ります。ミックスするんじゃなくて。 OK。 これ今までやっぱあのスパゲッティって大人の食べ物とされてましたから、子供用っていうのがかな。いや子供も結構。いや違う、そんなことない。スパゲッティは子供の。いやスパゲッティ言うともう大人の食べ物ですよ。あそうですか。子供にはまあ敷居が高いとされてたんで、今回子供用に。そうかな。子供に優しい。しかも10円ですからうまい棒。うん、コストはね。自分のとこ子供にスパゲッティ食わせんのじゃ。いや食わしますけど。ただでも。大人の味やと思って泣き出す時とかあるんで。そんな感じ、そんな感じ。They cry。 あおや全然受けないじゃないですか。 Epic fail。 Yes。 手か味方分からへん。あ、来た。あ、うまそう。 What is this？ これ見て、ここスパゲティでしょ、もうこれ形が。あ、麺みたいな。ああ、なるほどね。それをこれスパゲティでやって、うん、もうスポンジもスパゲティで作って。気持ち悪い。そうね。モンブランケーキ。なるほど。締めてますね、確かに。いやバチ当たるわ。いやバチ当たってどういうことですか。そんな言わんといてください。バチ当たると。山崎の一品目、子供向けに作ったうまい棒パスタが完成。いきます。なるほど。OK、3 different types。これは、いやでもカルボナーラ、ウニみたいな。ウニみたいな見た目がね。見た目は。これシーチキンみたいな。そうですね。なんかね。これこれは？何や。これはって聞くなよ。これ何？全部食べるんじゃない。たまたま違う例えられたから。全部食べる。写真飲んだ。ポタージュ。What did they say? 食べれんことないんすか。おかしいんやな。チャネチャしてるね。べちゃべちゃして、口の中でちょっと不快感がありますけど、味は抜群ですね。嘘？味だけで言うと。そうですか。ねえ、不快感がある時点でもうないんじゃないですか。だからどっちを取るかやな、不快感を取るのか味を取るのか。いや、どっちも取ってこっちはまずいい言うと。Destroying the dreams of Yamasaki. 全部トータルの意味でこっちはもうずっと言うとんねん。正直ドクロでもいい。あら、いやちょっと待って。ドクロ。これね、僕付き合いが長いからあれですけど、今日昨日おったようなやっちゃった俺楽屋呼んでますよ。なんどうしたんやって。うん、ちょっと君はいつもそんなんか。わかりました。じゃあ1でいきましょう、はい、本人はお気に入りでも全く受け入れられず1点。2品目はモンブランケーキパスタ。どのように仕上がったのか。 Let's see。 見た目から点数入れてください。やっぱケーキとかいうのは見た目が大事なんで。せーの、よいしょ。うーわ、え、これ麺ってことやんな、はい、見た目は、かなりいいですよ。It doesn't really look bad. It doesn't look bad. In terms of looks, it doesn't look bad. But.食べてくださいよ。そうじゃないと生クリームとか全部行き渡らへんから、ぐちゃぐちゃに混ぜて。ほんまに？はい、混ぜて生クリーム。So it has two layers and everything needs to be mixed or else。なるほど。うわ、もうさっきのままのが全然見た目良かったのに。何これ？うわ、最悪だ。甘いな。最悪だな。甘い。これはあかんわ、甘く。Yamasaki always says good. Always says it's good. ちょっとドクロはやめてほしいですね。印象が悪いんですよ、ドクロは。これはドクロです。ちょっと待ってください。ドクロ決定です。みんなの意見じゃないでしょ、でもこれは。いや、みんなのドクロですよ。田中ちゃんは？僕ドクロで結構。見た目は良かったのに甘さが大不評でドクロ。続いては浜田。果たしてどんなパスタをするのか。
テーマがちょっとパーティーということさせて。パーティー、はい、まずは一品目こちら。え、何これ？ちょっと立食パーティーに出せるような品をということで。え、これだけですか？どういうことですか？これで、あの麺をこうあれしてこうジューッとこう焼くという せんべいみたいな。そういうこと、そういうこと、そういうこと。立食パーティーに添えてもうたらこうパリパリって食いながら、あ、リッツ感覚というか。ごめんなさい、ちょっと想像もつかないですよ、よくわかんないですけど。いやいや、もう見てもうたらわかりますよ。絡めてもらえます。セカンドワン、ちょっと見てていいですか？焼けんの？お好みみたいなもんでしょ、焼くんやから、あれにつける。あー、あえて焼く。あ、オッケー、アンダースタンド。焼いてる間にこちら絶対。うわ、またうわ、すげえ。これはもうセレブのパーティー用ですね。これもしかしてフォアグラのソテー。フォアグラ、not one of the things that I enjoy eating actually。 これチキン、ローストチキン、これ全部こう一緒にこの腹の中へ詰め込んで。あ、そういうことですか。で、これオーブンで焼きます。で、開けて、そうそう、で中ガッと開けたら、はー、セレブ用やがな、これセレブ用。あっちは立食用ですよ。It's a smaller version of a stuffed turkey. Done with chicken, with pasta, some other stuff. コショウ、タルタルソース。まあ、お好みでつけて食べていただく。うわ、もうなんかもうあれやな。This might be good. これちょっと天つゆでいただきます。ゆずこしょうつけたろ。天つゆ、天つゆやな、俺も。天つゆうまいね。うまい。うまい。お菓子ですね、もうほんま。うん。なんやろな、この食感でも新しい。ゆずこしょういったろか。あ、ゆずこしょう。ゆずこしょううま。うん。そう。はい。これうまい。あ、うまい。うまいですね。うん。これうまい言われたって、お前結局つけてるもんが。This is what we put it on. でうまい言われたって。ものすごく食べてるやんか。まあ、ハチはあるけど。ハチ。いや、ていうか、これどうなんですかね。いや、どうなんですか。うまいよ、うまいですよ。うまいよ、うまいよ。正直、炒めし屋に置いてほしくない？はいはいはい。置いてほしいやろ。はい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 。これはどう？まあでも、アイデア、アイデアっていうことで。なんぼ？どれぐらい？せーので、よが全員で。はいはい。せーの、六。六。六。僕も六。三人六でしたね。まあ三人六なんで六。六ですか。はい。カリカリの食感がたまらない。ハマド trying to snatch a knife。続いては高級食材をふんだんに使ったセレブパーティーパスタ。This one。わあ。マニオ。Had an explosion. Actually, look, looks very good. Looks very good, actually. みんな取りなさい、ほら。山崎さんが残飯やって言いました。青か。見てください。これ残飯ですね。Leftovers。こういうの食べへんために僕頑張ったんですけど。This is going to probably be good. It's not good? Really?ロジウラージ。都会のロジウラージ。It wasn't clean. If it is clean, eviscerated, all of that stuff, it should taste very good.The whole skeleton. 見た目も味も最悪、初めての全身毒に決定。続いては、That's crazy. これまでの味を超えるパスタは作れるのか。ちょっとね、皆さんもう本当どうですか、気持ちが悪いです。いやいやいや、気持ちが悪いですよ今。そんなことはないですよ。で、今回僕のテーマは、Freshness ですね。マジで。まあ、もともと僕の持っているテーマが爽やかなんですけども、これでございます。あら、スイカ、こだまスイカ、どうですか、こだまスイカ。皆さん、ガキのスタッフ含め皆さん、武器やと思ってるんです。ほらもう食べるもんなんですよ。
I've recorded the first one, but it's blocked. やばい。夏休み、おばあちゃんの家帰ったみたいなね。いや、二品目は清涼感ですから、はい、はい。テーマはこれです。Toothpaste? No. No, 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 no. No, 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 no. 食材ちゃいますやん。美味しい美味しいペペロンチーノを作っていただいて、はい、そして隠し味にちょっとこれを入れることで、こうクールなペペロンチーノっていう。いや、これ絶対あるんですか。結構みんな挑戦してないとこ僕行ってますから。しかもさっきのあの路地裏のあれ食べさせられたこの気持ち悪さをこれが全部払拭してくれますから。いやいやいや、間違いないです。松本の一品目、清涼感たっぷりの冷製スイカパスタ。 Make a freshness out of the entire stomach and the digestive tract as well. No. それでもし足らなかったら練乳、no.あとこういう岩塩がありますから、no. こういうのをちょっとこう。いや、なんでカテかけるの。パスタってこれまた細いニューメンみたいな。そうなんですよ、あの、ね、冷製パスタですよこれ。冷製で太いとちょっともうモコモコしてしまう。あ、そうなんです。これってスパゲティですか。なるほどなるほど。まずいなこれ。あかんやろ。にもカブトムシの気分です。練乳やめた方がいい。やめといた方がええやろ。どう考えてもあかんやろこれ。うわ、もうこんなんあかんって。うわ、まずい。もう、まずい。田中 is going to explode。デビアだ。これあかんってマジでな。デビアだ。こんなあかんって。田中。これひどい。まずいとか言うな。いや、これ飽きません。いや、俺はね、浜田さんのより嫌いですよ、これ。どころ2行ってもいいけどな。トゥスケレトンズ。これは。いい。I think this is the worst ever. 続いては、ペペロンチーノに歯磨き粉をかけるモーニング歯磨きパスタ。No. ちょっと待って、ちょっと待って、これ。多い。全然入れすぎてないって。だってこんだけの分量あんねんもん。で、お好みでこの的なもんを。平川さんの絶対あのテキーラみたいな感じでターンくそすごいんですよ。これほん匂いが便所の匂いするぞ。見てみ、もうなくなったで。お前の配り方やね。入れ方じゃん。ほらもうこんなになくなった。お前のさじ加減じゃないか。それはほら松本さんが最後のやつだ。もう最後のもう最悪やこれ。ほら、ほら完食。それじゃあ、超ほんまこやかんわ。すごい、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 これ。もう。超ほんまごめん。超ほんまごめんなさいこれ。トイレのあのプンプンマジ。いや、これほんまあかんて。ほんまかんて。これあかん。グルなの、マリオに。匂い消しのボールの匂い。もう美味しそう。これはすごいわ。いただきます。もう一人の俺が。もう一人のちっちゃい俺が中で。おお、後味もすっげえ。すごいね、これ罰ゲームやな。罰ゲーム。いやいや、そうでしょこれ。ちょっとちょっと口入れてみて、ほんまに。まあまあ、それはね、さすがにね。浜田 is going to gag。な。あかん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 。あかん。ほんまか。うわ、これ後味悪い。これはあかん。後味悪い。え、どうしてんの。いや、ちょっとどうせやったらこれもやってみよう。匂い消してね。そのペペロンチーノ作ってるその調味料とこの歯磨き粉が混ざってそういう匂いになってる。今だからちょっと的なの見えた。うわ
生ゴミやこれ今度これすごいこれわかんない兵器になってる兵器yeah, yeah, exactly what I was thinking. No, thank you. No, thanks. We're good. So.Finishing on a crazy. Stop this. Finishing on a crazy dark path since Hamada's skeleton dish. Then we got a two skeleton dish, and then we got this one that didn't even get any scoring done because it was probably one of the worst, if not the worst. And.They are starting to bring some crazy stuff over there, really crazy stuff. But yeah, anyways, this was absolutely tasty pasta. I hope you have enjoyed it, and I will see you on the next one.